福山駅と停車中の列車宿山線は台湾にある有山森林鉄路の有山駅と宿山駅を結ぶ鉄道路線である。全長 6.25km、期間 762mm で全線単線、純粋な観光鉄道である。有山新駅の海抜 2216m から宿山駅の海抜 2451m まで上る。十字分道駅までは 眠りつき線と共用で十字分道駅から右に分岐して大高岳の下を抜けて祝山へ向かう。対高岳紀前後など一部区間は南投げ県内を走行する。1971年に祝山専用林道が開通し、林務局所属の御来光を見る観光客を輸送する祝山バスが運営された。ただし、 民間のみ認可のバスからの強い競争と安全性の確保のため、林道を閉鎖し、鉄道の建設を決定した。有山森林鉄路で唯一台湾国民政府によって建設された路線である。工事には1年半かかり、1984年5月21日に工事を開始して、1986年1月13日に正式開通した。 終点の祝山駅は台湾で最も高い鉄道駅である。駅近くには三日、楼という日の出を見るための施設があったが、1999年の921大地震で倒壊した。祝山駅前には屋台が出ていて、朝食を売っている。ありに宿泊し、山上から御来光を見る観光客を輸送するため、列車ダイヤもそれに特化した内容である。 日の出時刻は季節によって変化するので、四季によって運行ダイヤが異なる。夜明け前に、有山駅から祝山運駅に到着し、日の出鑑賞が終わった頃に、祝山駅から有山駅へ戻り、午前中に運行終了する。2008年2月現在、平日は3往復であるが、休日の祝山駅は6列車と倍増する。春の花見の時期など卓客時には増発する。 夏季の休日始発は有山駅発午前3時10分、冬季でも休日始発は午前4時20分と台湾では最も早い時間に運行開始する鉄道路線である。使用車両はロングシートの普通客車であり、ディーゼル機関車1台に4両の客車が1、編成である。有山駅から祝山駅へは推進運転である。休日の有山駅の一部は二列車を連結して、 運行する。客車は1994年製の宿8300型で中間車仕様と換給車仕様がある。換給車の宿山川車端部には推進運転時に前方監視を行うための乗務員室が設けられており、室内には非常ブレーキ弁、無線機、警笛が設置されている。乗務員室側の妻面には前方監視窓や全消灯があり、一見、 プッシュプル運転用制御客車にも見えるが、機関車の制御機能はない。ありがとうございます。